ようございます。ということで、今から稽古なんでございますが、そう、でも配信終わったらすぐ出ちゃうんですけど、そう、今日も先やっておこうかなと思って、ちょっと準備しながら配信していきたいと思います。準備配信、メイクはせず、あれ、これメイクしてるんですけど、今日西、あれ、日の光当たるとなんかすっぴんに見える。メイクしてます。ちょっと台本を昨日もらって、そこからもうサッシの方では見てなかったので、携帯の方で見てたから、これのもうちょっとだけ線を引く作業をさせていただいてもよろしゅうございますか。よし、まあでもそれはいいんだよな、これはいいや、これはやろう。よし、昼過ぎましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。あ、日本酒のエッセイみたい。皆様、ちょうどお昼を過ぎた頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。大西桃香です。さて、エッセイ第46回は奈良県です。奈良県は私の地元で、こんな喋り方してるよね、日本酒のエッセイのやつなんかこんな感じの喋り方してる。奈良県は私の地元で、私が愛して愛してこよなく愛している県です。奈良県の思い出は、そうですね、たくさんありすぎてお話できないや今回飲んでみた日本酒は梅の宿桃果実酒です おちょこに注いで口元に近づけると、とっても甘い香り、なんだか可愛い女の子みたい最後まで読んでいただきありがとうございました。今こうやって喋ってみると普段の声と全然違うよね。ねえ、あら、ここのセリフカットされてたの、あら、知らなかった。
そうなんだよね。昨日初めてちゃんと台本受け取ったんですけど、カットされてる部分が結構あってびっくりしちゃう。いけもっとカットもっとカットしてくれてもいいんだよん？聞こえる？このシャッシャッシャッって音。おおお、いいよ、ここもカットされてるよ。うわ、カットされてるけどここは虹の部分じゃないここは虹に喋ってないのにおしい残念、私の部分そんなカットされてないかもしれない。まだ食べてないんだよな。昨日もさ、なんか午前中っていうかお昼全然お腹空かなくて、結局そのまま稽古行って、稽古終わって一日初めましてのご飯昨日食べて、昨日それで満足だ。今胃がちっちゃい時期なんだ。そう、食べる時って永遠に食べてるのにさ、本当食べてる時ってずっと食べてるんだけどさ、なんでだろうね。あ、長いなこの話。なんだろうな、今お米っていう気分でもないんだよな。
かさ、昨日からさ、急に話変わるんだけどね、昨日からさ、ほら聞こえる？聞こえないかな、キューキューって音がする。どこからしてるんだろう。ほら一瞬なの。キューキューキューみたいな。聞こえないか。もう昨日の夜からずっとなの。最初自分の鼻息かなと思ってんけどさ、なんか妻ってヒューヒュー言ってんのかなって思うんだけど、いや、うんうん、透き通ってる、違うと思って、もうどっかからずっと聞こえてんのよ。気になっちゃう。うん、何シーンだけ聞こえる音これ。うん、なんか近くから聞こえてるような気がするんだけどさ、ペラしてる数でも結構おーって思わへん。んでこれ、うん、これは覚えたような気がするんだけどな。一応よいしょ、お付き合いありがとうございました。ああ、これお西の大好きないつも愛用しているマーカーペン、こちらでございます。これいっちゃんかわいい、この色。よいしょ、私いろんなファイル持ってるんですよ。ファイル持ってるんです。懐かしい。見て、君の丈だって。これ白雪姫。これ下敷きだ。チーム4、村山チーム4。これは下敷きです。これ海底のファイル。あ、2枚目ありますね。海底のファイル。これ透明。ファイルじゃないけど、でも村山チームフォーネス。これ何？あ、これは下敷きでしたね。何次郎。これとわつがい。なんかくしゃくしゃになっちゃった。ファイルがくしゃくしゃになるってどういうこと？
そう、今ガサッと持ってきたのでこんだけだ。私がこの中から選ぶ下敷きはででーん、こいつです。これが一番いいあれが一番いい。 OK です。あー、うん、見えちゃう見えちゃう。これが一番いい。Yes。 絶対後で直すの面倒くさいから今直そう。よいしょああいつもはね、だいたいなんだっけ、少女ヨルハのファイル使ってるんですけど、今日は透明。今何分だ、そろそろ出なきゃいけない。あれえ、うんし、あ、もう15分経ってる。あ、経ってるんだ、ありがとう。じゃあちょっと終わらせていただくわ。あれって思って意外と余裕ない時間に始めちゃったかな。あ、余裕はないんだけどさじゃあ行くわ。よし、じゃあランキングの方、1位の方から読んでいきます。いきますよ。1位、さとちゃんとマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が、MM ルールズアットマークギフヌルト人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がとしちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がかわちゃんとマーク大西たおしさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がつばっさーさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がゆみちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が大西かっきやとマーク大西ぐなとマーク、気をつけていってらっしゃいさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおまめさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がたけちゃんとマーク大西ぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラストが、13位一押し ABS さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということで、ではではお稽古に行ってきたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。うん、でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、できます。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。